不定周素は臨床用語で患者からの頭が重い、イライラする、疲労感が取れない、よく眠れないなどのなんとなく体調が悪いという強く主観的な岐にわたる自覚症状の訴えがあるものの検査をしても客観的所見に乏しく原因となる病気が見つからない状態を指す。症状が安定しないため治療も難しく、周囲の理解も得られにくい。 元は1963年11月から出向された第一製薬の製温筋主管剤トランコパールの広告コピーのために造語された言葉で翌年には流行語となりやがて臨床の場で定着した治療法や支援方法については不定収穫管理を参照まずは一般的な身体的疾患の診察・検査を行う身体表現性障害 心身症、軽症うつ病、気分変調症、パニック障害、全般性不安障害、心的外傷後ストレス障害、急性ストレス反応、適応障害などの可能性が含まれる。自律神経失調症と診断されることも多い。さらに、中重程度のうつ病でないことを明確に除外する。精神病、双極性障害、転換、行動障害、認知症、 物質乱用などについても除外する。過去のストレス経験、自殺燃料、自傷行為の有無について問診する。種類を控える、コミュニティ活動不適切なセルフメディケーションにつながらないように指導する。これらは依存症を引き起こし、症状を悪化させる。ストレス削減法と社会的ネットワークの再活性化を提案する。可能な限り、以前の社会活動に参加を続ける。 要提案する。呼吸法もアドバイスできる。原因がパートナーの喪失にある場合は、患者と文化社会的に適切なプロセスについて話し合い、それを支援する。その原因が重度のストレスにさらされたことによるもので、かつこれらを行っても症状が6ヶ月以上続く場合は、専門医へ紹介する。心的外傷後ストレス障害が疑われ、 症状が1ヶ月以上続く場合は、専門医へ紹介する。また、認知行動療法の有効性も実証されている。先進国であっても、ビタミン欠乏症や、その他の必須栄養素の栄養失調を原因とする、不定収素が体力のない子ども、高齢者に見られる。歯の看護改善で程度が軽くなったとする報告がある。ありがとうございます。